して、だいぶ慣れてきましたね、いい感じ。さあ、きれいにスタートを切っていきました。山内選手がちょっと出てくるから。もうちょっと時間が動いたら、ここで電話してみましょう。さあ、トップは、大森選手です。そして、福岡選手、高橋選手。さあ、何かな、ショートカットとかないかなって。1分経過、残り時間14分とかで各社三振をクリアしてきて、最後に山内選手バックストーク、簡単に僕が頑張って利用したいとこだ。そして僕は山内選手バックストーク、真ん中スピードトラック、2番手には福岡選手、3番手これはふざけた攻撃の高橋選手。ゲームの1位を全然通して2年連続のグランドファイナリスト、なんということでしょう。そして福岡選手、その後ろに続くのは高橋選手、若干の人見立て状態の大森選手、こういうふうになると大きなピクスルーとなるということかわかりません。さあ、山内選手の後ろに立ったのは大森選手が迫るような状態。おっと山内選手はね、行きましょうとね、ランを打ってくれたような変な感じ。さあ、福岡選手と高橋選手が仕掛けるのか、あるいは遊んでいるのか。ここで高橋選手が福岡選手の前を通過、11点ほど。さあ、横に選手、次の投手に入れるか、あるいは、おー、転倒、取ったのは、大森選手、転倒、ギリギリ1位、さあ、ここで面白くなってるかな。さあ、ランキング3が戻りと、そのためになりそうな、そんな雰囲気。さあ、大森選手、もう一回は見せていただけると、なんとなくいいかなっていう感じ。ここは3分20秒経過、今日の場合1分30秒ほど。さあ、トップグループを下ろしてバックストレート1本分。あっと、ここで加藤選手のマシン、ボディを巻き込んでいるぞ。さあ、大丈夫だろうか、支援してもらうんじゃないでしょうか。さあ、徐々に前を詰めてきたのが高橋選手、大森選手の範囲に高橋福岡選手、非常についてきたので、そして見た選手団の入れ方を。さあ、高橋選手、大いなりを激しく上がる大森選手をペースを上げてきたところだが、残り時間は10分ほど。10分のコールまであと40秒。さあ、ここで激しくチャージ、高橋選手。さあ、いいオーダーブルができるのか。大森選手は運動プレーを攻めていきます。高橋選手に来ているスキルは取れなく、おーっと、ちょっと、ハンダーが出た。ひょっとしましたが、おーっと、高橋選手は、ハンダーがありがとうございます。さあ、あと10秒ほどでスタートから5分です。さあ、高橋選手が歩き切る、高橋選手失してる。さあ、ここで5分経過、5分経過。
さあ、先に入ったのは大森選手、高橋選手のこの間に、さあ、後ろ見ていきたいと思います。さあ、ここでチーム走、福田選手が2番手に浮上、しかし福田選手も気持ちが引き上げません。